やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。もう釣り場まで来るまでに汗だくや。えぐい。めちゃめちゃ汗かいてるんですけど、そんな私が今日またまたあの池にやってきました。さあ、この池といえば私が初めて池で魚が釣れた池。なんかややこしい。初めて私が池で釣れた池。お、聞こえた。めっちゃ足元でチャポン言うた。今日もね、結構活発にお魚さんたちが泳いでます。私こないだやっと釣ったんです。釣ったんですが、この続きが気になる方は私がその釣った動画を見てもらえたらなと思います。でね、結果釣ったんですがな結果やったんよ。やからもう一回リベンジに来た。でさ、やっぱこう釣れたらめっちゃ楽しくて、もうあれから私めっちゃ行きたくて、ここの池にうずうずしてて、で今日ねちょっとカメラマンに釣り行こうって言ったんですけど、まあ、用事があるみたいなので私一人で来ました。まあ、早速池の状態を見てほしい。カメラマンちゃんと映しきれてなかったね。腕不足やわ。私が今回ちょっとめっちゃおんねん魚、映るように撮りたいと思います。ほらこんな感じ。めっちゃうまない？私がカメラマンしようかな。結構ねでかい子たちがうじゃうじゃおるのよ。で、私の狙いはあそこ、あの木の下、多分おるよ。というかこんだけ魚おってバスがおらんわけがない。というわけで釣っていこう。はい、今からやっていくんですけど、このワームのかけ方めっちゃ言われてん。ちょっとうまなった。まっすぐかけなあかんと。で、これもね、多分これ針見えてんのが微妙なんかな。もう一回かけ直すわ。かわすんやけど、最終はこうみたいな、こう入れるって感じ。こう入れてこう。どう？いけてる？いけたくない？こんな感じ。たくさんの方からそのワームのかけ方がおかしいと、まあ、自覚はしていた。くねらせたらあかん、まっすぐにせなあかん。で、私この子で極めようと決めたので、これのかけ方、これの針、ジグヘッドがいいとかをちょっと調べたところ、こんな感じ。これでもう文句は言わせねえ。どう？もう一からバス釣りもう一回勉強していこうと思ってます。では釣っていこう。もう暑い。よし、行きます。座りながらやろうかな。身長165あってでかすぎて映りきらん。というわけで、よし、第1投行きます。まあ一旦普通にその辺投げるわ。で、私がこないだ釣った感覚としては、こう奥にやるんやけど、バームはスーッて引いてきた私の足元から3メートル向こうぐらいまでがバクってくるポイントかなと思ってる。1回しか釣ってないくせにさ、ポイントとか思っちゃってる。数打な無理やわ。草がかゆってさ、足で釣れるんよ。皆さん思いました？みさきちゃんで釣れるんよ。しかもまあまあでかいから、あんま手前にしてしまったらちょっとわかんない。今結構ちょんちょんってされてたんよ。平然とさ、私喋りながらやってたけど、地味にツンツンとは来てた。その辺に投げてツンツン来るんであれば大本命。木の下行こうか。さあ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 、ここ
木がすごい、見て、草いっぱい。あんまり伝えりすぎたら私の足音でさ逃げちゃうんかなって思うから、この辺から、何あのブクブク、何かがいてる、釣りたい、早釣りたい、糸がどうなってんや。糸がさ、すごいことになった。最悪。じゃあこれさ、釣り道具も結構これあるんよな。私だけなんかすっごい絡まっちゃうんよ。ほどくんが大変そうなぐらい。どうなってるんや。一回ギュッてやっちゃったらさ、もうそこで結ばれてしまったら取れへんやん。うわ、もういや、だからもうこうなったらもう無理なんですけど。どういう状況や。えぐい。なんかね、見てほしい、こっから3本糸出てんねん。なぜ。ほんまの糸がどれなんかがもう分かれへん。これっぽい、あれかな、この2つ切ったかな、切ったところでどうって感じやねんけど。もう嫌だ。はい、なんとか復活、なんとか復活した。気を取り直してやっていこう。気を取り直してやっていこうと思ったんよ。で、なんか私あかん糸も切ってたみたいで、チューってどっか飛んでいっちゃった。もう嫌や、何噛まれるしさ、せっかく釣り楽しくなってきたところやったのに。っていうか私気づいた、今さバス釣ってもさ、タメるのは今日いてないから意味ないやん。なんだ私今日来た意味。あかん、めっちゃ蚊に噛まれた。もういいや、まだカメラマンがおる時にリベンジしたいと思います。無理、撤収、かゆい。